筋力トレーニングに入りましょう。右膝は立てます。左足しっかり伸ばして、では軽く右の膝に床から少し上げます。そうですね、10センチぐらい上げてみてください。つま先しっかり手前に寄せてそのままです。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、どうでしょう、しっかりもも使えましたか。はい、足を変えます。今度は右のももを使います。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、そうです、戻します。余裕のある方はこれをあと 2,3 回繰り返してみましょう。はい、では今度は内側と外側の筋肉も使ってみますね。ももです。外からしっかり押します。足の力は外、手の力は中です。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、今度は反対からです。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、どうでしょうか。もも全体に使ったんですが、余裕のある方はね、これを何回か繰り返してみましょう。では大丈夫でしたら、今度はここから腹筋、お腹の筋肉を使ってみましょう。両手を膝に置きます。はい、体反らせないようにして、上体少し後ろにですね、自分の目線はお腹を見るような感じで、余裕がある方は手を離します。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、戻してみましょう。はい、今1回しかやってませんが、余裕のある方はね、どんどん繰り返してみてください。大丈夫ですか。はい、それではですね、ここが終わりましたので、ここから今度は腕立てに入っていきたいと思います。大丈夫ですかね。では腕立てです。膝をついて、手は肩幅か肩幅よりも少し広めぐらいで、ゆっくりいきます。4カウントで下、次の4カウントで戻していきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、最後1回です。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、どうでしょう。今使った肩周りを、はい、しっかり伸ばします。両手遠く、はい、胸と肩を床に近づけるようにして伸ばしてみましょう。戻しましたら、少し前を伸ばしておきましょう。ご自分の肩周りの様子に合わせて、ここは回ってみてください。それでは両手をもう一度、肩の真下に両手です。腰の下に両足、ここからバランスを取りますね。で、このバランスを取りますが、これはしっかりと腹筋と背筋を使います。左足、腰の高さにしっかり伸ばします。右手は肩の高さ、はい、腹筋と背筋しっかり締めましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、戻します。手足変えます。今度は右足、腰の高さ、はい、左手は前です。同じように締めます。お腹との背筋、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、ゆっくりと戻して、最後は自分の腰をかかとの上に乗せるようにして、ぐっと背中から腰伸ばしていきましょう。しっかりと伸ばします。では手を使ってゆっくりと体を戻します。自分でどのような形でも結構です。床に座ってみましょう。はい、それでは最後、ぐっと体を伸ばしておきます。深呼吸をして終わりにしましょう。はい、これでトリム体操を終わりです。